あ、そうだ。よろしければ作りかけのパズル受け取ってください。作って、完成させて。皆さん、こんにちは。ただいまのアイルトン時刻は2020年5月15日、金曜日の午後5時24分です。さて、本日は一つだけ特別なお知らせがあります。お。なんと、人気ミュージシャンのトタキキさんがこのアイルトンに遊びに来てくださいました。お、早速来たんや。しかもトタキキさんは本日私たち住民のためにスペシャルライブを届けてくださいます。ということで、今から直接ライブ会場におつなぎしますね。何？中継？では、トタキキさんライブをお楽しみください。おー、なんかすごいね。おー、来たー。やあ、アイナトの皆さん、今日は僕を呼んでくれてありがとう。いつだったかここによく似た素敵な無人島の夢を見た気がするんだ。ここも元は無人島だったと聞いたけど、もしかしたらここがあの夢の場所なのかもしれないな。人も島も生き生きしていて、いろんな仲間が集まりたくなる。そんな魅力を感じるよ。なんか風太くんまでおるんやけど。一人で長々喋っちゃってごめんな。もうそろそろ演奏を始めようか。なんで風太くんおるのにさ、あさみさんとかきにおさんとか呼んであげんの？それじゃあ聞いてくれ。な、ちょっと消えたんですけど。今さ、この島で集まってないのあさみさんときにおさんだけじゃない？かわいそう。急激な暗さ。どうした？日が沈んだの一気に。あ、すごい。すごい。動物の森の曲やん。これはなんていう曲名なの？すごいね、なんか。てか近くね、みんな。いや、でも路上ライブとかってこんなもんかな？たまにね、街中で路上ライブとかしよったらね、なんかこう集まって見よったりするときもあるんよね。すごい桜が。これ季節によって違うんかな、もしかして。夏、秋、冬とかやったらなんか別やったりする。あ、もしかしてコロナ禍で季節が巡っていきうる？ね、桜から普通に新緑っぽい感じになった。次はもみじかな。ん？あ、ほらやっぱそういうことか。なるほどね。なるほどね。うんうん。これなんて言うかわかるかなって思ったけどわからんね。でもなんか同じこと言えるような気はする。あ、雪の結晶になった。引っ越してきたばっかりでライブに参加できたカジロウめっちゃいいやん。超いいやん。お、流れ星。まあ、とりあえず一旦ここでストーリー自体は終わりっていうことよね。これからは島をいろいろと開発していくというかクリエイトしていくっていう段階に入っていくわけやろ。素晴らしい。素晴らしい。どうもありがとう。それじゃあまた。もう去っていくんすか。もうびっくりした。何、たぬきち。どうも、アイナさん。トタキキさんのライブ楽しんでくれたかな？念願のライブを実現できて僕はとっても幸せなんだもん。今日のこの特別な日の思い出にライブで演奏されたみんな集まれのミュージックをプレゼントするだなもん。あ、みんな集まれっていう曲なんや。なるほどね。ありがとう、嬉しい。ミュージックを再生できるオーディオの家具があれば聞けるから音楽を楽しんでちょうだいね。そう、それとね、トタキキさん、この島のことをとっても気に入ってくれたみたいなんだもん。それでこれからも毎週土曜の夜にライブに来てくれることになったから、アイルさんもお楽しみに。おー、めっちゃいいやん。それにしても、無人島だったこの間島がここまで発展してライブまでするようになって、すべて移住パッケージに参加してくれたアイナさんをはじめとする皆さんのおかげなんだもん。今後も末永く楽しく暮らせるアイナ島でありたいから、引
続きよろしくね。それでね、暮らしやすい島作りのサポートの一環として新しいアプリも開発したんだもん。アイナさんにも早速送らせてもらおうね。ほうほう。お、来た。あれ？なんかポストなくなったことない？どこ行ったポスト？え？今送った新アプリ、その名も島クリエイターは、なんとなんと、たぬき開発の住民の皆さんに大胆な島の開発を許可しちゃう特別なアプリなんだもん。最初は道を作る許可だけだけど、マイル交換でいろんな種類の道から、河川や崖の工事の免許まで取り扱うからね。あ、そういう感じなんや。そこでまたマイルを使うのね。なんか、何もかも一気にできるようになるんかと思った。島の開発に慣れてきたり、もっとがっつり開発したいって思ったら、ぜひ免許を手に入れてちょうだい。とにかく、アイナ島もここまで発展したわけだから、今後の島作りは、もっともっと住民の皆さん自身にお任せしちゃおうと思います。それじゃ、今後とも、たぬき開発とアイナ島を末永くご贔屓に。あ、ポスト現れた。どこに消えとったん？ふぅ、トタケキさんのライブを見置いて一段落。これからも毎日楽しく気ままに過ごせますように。ってことで、これで一旦、まあ、動物の森のストーリーは終わって、ここから、ま、いろいろと開発していくのと、プラス定期的なイベントがあるっていう感じかな。あゆな様、いつもたぬきまいれ、あ、これは何やったっけ私。あ、あれか。スマホのやつや。そして、物干しスタンド。そう、これを、何やったリメイクできるかどうかは気になるよね。モニカ。ディアアイナちゃん。ねえ、見てみて、このキュートな家具。お店で見つけて、まず衝動買いしちゃったの。でも、あたいの部屋には置く場所がないんだよね。もしよかったらもらってくれない？フロムモニカ。え？せっかく買ったのに？てか、この便箋超かわいい。何の家具なんやろ。ちょ、待って、とりあえずこっちが。はい、スマホケースリメイクセット。ん？キットやった。で、物干しスタンド。そして、モニカからの、キュートなチェア。どんな感じ？あ、かわいい！え、めっちゃかわいい！いい！え、いい、いい、超かわいいよ。うんうん。あれよね、なんか今までの、ラブリー家具っていうのがなくなって、キュート系に変わったってことなんかな。んで、ちょっと、あ、間違えた。間違えた。なんか、鼻の観察しよる。図鑑見ながら鼻の観察しよるよ、すご。ね、今明らかに鼻の図鑑やったよね。子供と一緒にお勉強かな、人んちの庭で。あ、できんねや、物干しサンドリメイク。モニカや。どうしたん？シャンティの家に来たの？え、知ってるよ、目の前にいるから。今日は眠い時にぴったりのあくびっていうリアクションを教えちゃうよ。うわぁ。って、やだ！あたいったらすごい大きな口開けちゃった。可愛いから大丈夫。あたいの奥歯に虫歯があること、絶対誰も言っちゃダメだよ。あは。まず歯が一本も見えないから大丈夫だよ。てか思ってんやけど、このパイナップルの服可愛くない？え、今までなかったよね。あの飛び盛りの時。あくびなリアクション教えてもらった。むにゃむにゃ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナ島の時刻は2020年5月16日土曜日の午後5時19分です。今日は特にお知らせはありませんが、あ、昨日の音楽番組、どなたかご覧になりました？お気に入りのアーティストがたくさん出演していたので、最後まで口伝めっぱなしでした。昨日はあれだよ、トタキキが来とったやんね。ああ、私言ったら個人的なテレビの感想なんてすみません。それよりトタキキの感想を言ってあげてよ。というわけでも皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。昨日ね、お金集めしよるときにさ、風船からミキサーが出てきて、なんかその中身がめっちゃなんていうん、いちごのスムージーみたいな色で可愛かったんよね。なんかキッチン周りのものがすごい整っていきよる気がする。やけん早くテーブルを。かわいいテーブルを。私何？あ、そっかそっか。あの、でっかいロボット買ったんよ。でもロボット買ったんやけどさ、ん？ロボット？違う、怪獣か。怪獣とロボット買ったんやけど、私ロボットがさ、こっち？レシピやと思ってなくってさ、
せっかくロボットのレシピを買ったはいいものの、全然見たこともないようなアイテムばっかりだよね、必要なのが。ロケットとはって感じだし、ゴールデンアーマーも。錆びたパーツ30個もいるんやね。これはあれですか？ジョニーの時に集めとけっていうことかな。で、金鉱石10個やっば。ヒーローロボを作れるのはいつのことになるやらって感じやね。で、一応怪獣の方はあるんやけどね。なぜ怪獣だけ現物なの？で、ガーデンライトは普通にちょっとこの辺りに刺しておこうかなと。どうしよっかな。とりあえずさ、この手前の部分を掘り起こしまして、よいしょ。で、一番手前に刺しておこうかなと思うんやけど。早くワンコの置物がゲットできないかしら。そしたらね、ここに置きたいのに。ほんと？ガーデンライト。よきよきー。んで、こっちにも。え？この辺りからですかね。え？もうちょいまっすぐと。その辺はちょっと、え？なんで置けないの？ちょっと待って、この辺からってこと？その辺はちょっと自分で判断してくれないかな。ガーデンライトが自分で。こんな感じ。これ夜にはつくんかな。一応昼間はなんもないっぽいけど。なんか話してる。1分間に6000回？何が？操作、そのマッスルベル、ん？マッスルベルト6パックを腹筋に装着すると、1秒より100回クランチしたのと同じ効果があるらしいんだ、の心。クランチって何？最近の通販グッズは随分革新的なアイテムを扱っているんだね、まさしく。なんかそういうのってさ、よくあるし、家族がそういうの書いてたこともあるけどさ、効果は、あるのかい？あるとは思えないんだけども。しかも、今なら調理鍋？なぜ？二つもついてくれて話した。腕の筋肉も鍛えられるぞ。そういうこと？それはダンベルとかの方がいいんじゃない？要は運動して食べるってことやん、調理鍋。すげえお買い得だと思うんだよね。買っちゃおうかな。その相談。斬新な商品構成だね。でも鍋の使い方は間違ってると思うよ。うん、思う、それは。あ、トタケケ。あ、なるほどね。急いでこっち来たと思ったら曲を聴いてるんすか。お。なんか歌いよる。何の曲か知らんけど。てかあれやね。これ。お？ほら、トタケケに近づいたら音がなくなる。聞いてるの？まあ、お会いできて嬉しいです、タフン。おしゃべりしよう。普通の内容なんやね。このくらいに時間ってお腹が空いちゃうんですよね。でも夕ご飯まで我慢でした、ふん。普通のトタケケについてのコメントが聞けるんかと思って。元気そうで何よりだわ、生だわ。世間話でも。あなたは今日はどんな過ごし方を？いつものルーチンを思い切り破って何か冒険してみるのもいいわよね、生だわ。正面で、あ！風船流れてきた。風船を優先されるトタケケ。おしおし。さこい。え、消えた。え、消えた。え、消えたよ。こっちに来たとか、ない。マジで？私普通にトントンってなんかバウンドしてこっちに落ちてくれるんだと思った。何？なんか音が聞こえた。あ、着替えたのね。着替える瞬間見たかった。見たかったよ。あ、もしかして曲を聴きに行ったのか？ぽくない？ぽくない？あ、違うの？あ、ほら！どんどん集まってくる！で、多分、リクエストができるはずなんだけども。やあ、ごきげんよう。僕の名前は届けて。見ての通りのミュージシャンしゃ。ミュージシャンしゃ。ミュージシャンしゃん。ミュージシャンさ。今の時間は僕の気の向くままに歌わせてもらってるんだ。夕方6時からは曲のリクエストも受け付けるから、よかったらその時間にも来てくれよ。夕方6時以降がリクエストなんや。決まっとんやね、そういうの時間が。今私は初めて知りました。で、今歌ってる曲は何なの？また新たな曲が始まったね。わからない。
え、この辺の曲も全部さ、あの CD とかであるやつ？何言ってんやろ。何音か全くわからんけど。どうもー、いらっしゃいませ、ませ。たぬき商店へようこそ、ようこそ。どうもー。花輪かー。これ使うかしら。でも売り切れたら後悔するって心が囁くの。だってば。何に使うの？そういうお店をやってるの？シャンティ。こっちの方が合うでしょ、確実に。これなんか店の前とかに置きたい感じやね。ちょっと私が買いまーす。そちらの商品は花輪でございます。こちらは現品限りですので、早い者勝ちですよ。ですよ。お値段は1800円。安ー、そんなものなん？現実ではこういうのもっと高いと思うんやけど。ありがとう。ん、はあ、衝撃を受けている。あら、こんなところで会うなんて、奇遇じゃない？だってば。今のことに関してのコメントはないのね。お話ししよう。これだけテイストの違う商品が集まっているのがこのお店の魅力よね。おかげで私たち、いろんな商品を買えるんだし、だってば。なんかみんなさ、結構喫茶ハトムスができることを期待してるやんか。やとしたらどうなんやろ。喫茶ハトムスができるとしたら、単独なのか、博物館の中に組み込まれるのか。こっちの前にしよっかな、花輪。この辺に置いとこう。花輪、花輪。じゃーん。これ以上いけんかった。なんかめっちゃ、ちょ待って、こっち側の方がいいかな。なんかあまりにも前に出てきすぎとって、ちょっとって感じ。これ以上いけないの？マジで？めっちゃ隙間空いとるやん。ほら、通れるよ。どうなんそれ。なんか違う。なんか違う感がすごいんやけど。ちょ、待って待って待って。回さして。やっぱここまでなのか。ちょ、待って。もうちょっとさ、こっちの方とかやったらどうよ。この入り口の段差が邪魔しとんかもしれん。あ、ほらほら、いけたいけた。じゃ、この辺りに置いとくね。何の友の会かは知らんけど。ほい、ということで今回この辺で終わりにしたいと思います。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年5月17日、日曜日の午後5時34分です。今日は特にお知らせはありません。また新しい1週間が始まりますので、皆さんそれぞれが良い1週間を過ごせますように。それでは、かわいい。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。あ、このガーデンライト、ちゃんと機能しとったよ。ちゃんとお金集めしよる深夜、電気ついとった。やっとちょっとずつまたお金が溜まっていくように。しかし、ここからまたなくなっていくんよね、きっと。お、ハッピーホームアカデミー。アイナさん、94,726 ポイント、ランク S。生活に必要なベッドや S、テーブル、クローゼットが揃って住みやすいお部屋になりましたね。ますますの発展をお祈りして、お祝いの品をお送りします。ハッピーホームアカデミー。やったー、なんか、コメント変わったよね。具体的になった。私テーブル揃ってないんやけど、テーブルも欲しい。あれか？私が今、アクセサリーのやつ置いとるテーブルを言われよんかな。アイロン台。なぜここでアイロン台なんだろうか。あ、色が違う、かわいい。なんかさ、前も、前あれか、アイロン台じゃなかったね、アイロンやったね。かわいい、いいね、ストライプ。でね、なんかね、若干ちょっと味気ないし、なんかなって思いよってけん、ほら見て。じゃーん。まあ、ここね、コーヒーって書きつつ、全然コーヒーじゃなく、なんかスムージーとかそういう系統になったけど、でもめっちゃ良くない？めっちゃ良くない？可愛くない？これ。ね。見えんのかと思った。ね、可愛いよね、これ。あれなんよ。これがね、前、風船から出てきて、なんかイチゴのスムージーみたいなやつ。で、昨日、こっちのオレンジスムージーみたいなのが出てきたけんさ、なんか二つ出てきた時点で、あ、これはお店が、みたいな感じで思って、屋台をリメイクしました。
で、こっちも味気なかったけん、まあ、ちょっと海の家的な感じにしてみた。あ、でね、今私、前まで置いとったあのコーヒー、エスプレッソマシーンとかをちょっと博物館の方に置こうかと思って、なんかああいう博物館とか水族館周辺ってさ、何気にカフェとかあることない？けん、そういう感じにしたいなと。あ、ここね、めっちゃ間違えてさ、リンゴの木切り倒してしまったけん、植え直した。植え直した。思ったんやけど、ここ、あれやんね。あの、何やった？テラスみたいな感じにしたいよね。島クリエイター。このアプリではあなた自身の手で島の開発工事を行うことができます。敷設できる道や実施できる工事の種類は、タヌポートのタヌキマイル交換で増やすことができます。また、開発工事によって身動きが取れなくなった時のために、周囲を片付けるお片付けサービスも搭載しております。何それ、お片付けサービス？詳しい操作方法はアプリ内に使い方を見るをご確認ください。島クリエイターを使って思いのままの島作りにチャレンジしてみてくださいね。オッケー。島クリエイターを使って島の開発工事を始めようかな。はい、工事を始める。工事の許可を取得しています。島クリエイターの準備ができました。十字キーで行う工事の種類を切り替えることができます。詳しくは使い方を見るをご確認ください。おー。ヘルメットかぶった。何これ何これ。なんか左官工事みたいな感じ。プラス。おー、これで変えられるのね。じゃあ、組木の道。これを、どんな感じになるんやろ。ふわー。へー、すごーい。すごーい。違う、なんか。あ、え？削れた。あ、そういう感じなん。へえ、すげえ。違うよね。そんなくねくね道にしてほしいわけじゃなくってさ。くねくね道にしてほしいんじゃなくって、これ消せる？消せねえ。上からやったら消せるんかな。あ、消せた、消せた。すごい、丸っこくなった。でも私、丸っこくじゃなくってね、無造作な感じにしてほしかったんよね。ちょっと。ふんふんふん。なんかな。まあ、いや、とりあえず一旦真四角にするか。すごーい。こんな感じ。これなら丸くした方がいいんかな。わからん。丸くしようっと。かわいい。面白い。いいね、いいね。めっちゃいいね。ほら。おぉ、あっという間に、いいね。ってことで、ちょっとここに、待って、向きが違う。こっち側に、屋台を。バン。え、可愛くない？今なんか塗ろうとしたね。え、これどうやってやめるん？これで、工事終わろうかな。あ、終わります。これでやめれるわけやね。終了手続きを行っています。工事終了の手続きは完了しました。またのご利用をお待ちしております。へい。これで、あとちょっと、エスプレッソマシンを置きまして、よきよき。で、コーヒーカップを置きまして、おー。ちょっと待って、こっちにさ、なった。あ、半妙。こっちにメニュー看板持ってこようや。ってことって、ここにメニュー看板を、メニュー黒板、置きます。え、めっちゃいい。超いいぞ、これは。でもちょっと、もうちょい後ろにして、前にね、ちょっと一箇所ぐらい座れる場所を作りたいなと。でも今のところそういう感じの、机とか椅子とかがないよね。これはここでいっか。これ真ん中なんかな。一応真ん中か。ふんふん。じゃあこれで。え、かわいい。結構満足なんやけど。え、だいぶ満足なんやけど、めっちゃ良くない？いらっしゃいませー。もうちょっとなんか、きっちり。もうちょい下から覗けたらいいのに。あ、なにあれ、作業台？いらっしゃいませ、ませ、たぬき商店、ようこそ、ようこそ。また色は変えれんねやろうな。見てこれ、プロテインや。なんかいい。そちらの商品はプロテインシェイカーでございます。します。
お値段は1400ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？買っちゃいましょう。毎度ありがとうございます。1400ベル間違いなく頂戴しました。あんね、一時期さ、アスムがめっちゃプロテイン飲みよったんよね。やけん、ああいうシェイカーとかも見慣れている。そちらの商品はユッカでございます。ユッカ、かわいいね、名前。あ、こういうの、さっきのカフェコーナーに飾るのとかも良さげじゃない？2100ベル。あとは、大丈夫かな。ありがとうございました、はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年5月31日、日曜日の午後5時8分です。本日はこれといったお知らせはありませんので、ご挨拶だけで失礼します。あ、でもそういえば、なんだかんだで5月も今日でおしまいですね。来月になると一気に暑さも増しそうですし、季節の変わり目に体調など崩されないようご自愛くださいね。そっか、もうラストか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴っている。めっちゃ久々。超絶久々。なんかね、いろいろ変わったんよ。私の島。だいぶ。めちゃくちゃ。あの、島クリエイターが使えるようになったけんさ、それでいろいろとやっていったんよね。お、ハッピーホームアカデミー。アイナさんのお部屋は92006ポイント、ランク S。東に赤色のアイテムを置くのは風水的に良いとされています。アイナさんのお部屋では積み木テーブルの配置がグッドです。ハッピーホームアカデミー。積み木テーブル？積み木テーブルってことは多分子供部屋かな？何かくれるわけじゃないよね。もう何もないんやね。とりあえずね。あ、ピンクのバラが咲いてる。やったー。かわいい。かわいい。よきよき。でね、これもちょっと思ったんよね。これは紫なんかな？黒？これ綺麗やなって思いよったんよ。あ、で、ここ。ここが、あの、博物館前。博物館前ね、あの、ボタルタンに花で囲んだ時あったんやけど、ちょっとね、噴水の周り、広場っぽい感じにしてみた。で、この博物館の隣に、カフェコーナー。え、よくない？私ここ結構気に入っとんよね。なんか良さげじゃない？こういう、なんて言うんやろ。公共の機関？公共の施設？みたいなところの近くってさ、なんかこういうのあったりすることない？まあ、でもそのうちなんかね、喫茶ハトノスとか来そうな気がしなくもないんだけども。で、今日5月31日なんやけど、今日で、あの、国際ミュージアムデーっていうのがラストやと思うけん、ちょっとそれをね、まだやってないけん、やろうかと思います。一応説明だけ聞いたんやけど、スタンプラリーらしいよね。ぐご。は、すみません。こんにちは、アイナさん。アイナ博物館へようこそお越しくださいました。本日も当博物館ではスタンプラリーを開催しています。スタンプ台の場所は毎日変えているので、すでに挑戦されていたとしても、新鮮な気持ちで楽しんでいただけると思います。これね、とりあえずなんか何回でも挑戦できるけど、もらえるものは同じらしいけん。とりあえず1回。本日も同じ報酬をご用意しておりますので、ぜひ挑戦してみてください。ってことで、スタンプラリーに挑戦。虫コーナーへ。なんか毎日毎日スタンプラリーの場所が変わって、しかも、何？それぞれ、いろんな人の島によってさ、場所が違うらしいけん。何これ？メダカ？すごーい。いっぱいおる。びっくりした。半妙。前から思うんやけどさ、アゲハチョウってちょっとでかいよね。何？何の音？怖っ。うわー、なんかやだな。何、お化け屋敷ですかって感じやね。ないね。あ、そっか、鯉とかはこっちの方にあるんやね。スタンプラリー、うわー、気持ち悪い。いや、本来ならば、蝶ばっかりの場所で、めっちゃ綺麗っていうところなんやろうけど、気持ち悪い。あ、これスタンプ台じゃない？びっくりした。通り過ぎよった。スタンプスポットバタフライガーデン。
噴水のベンチに座れば天にも昇る気分。バタフライガーデン。あ、虫のとこだけで3箇所あるんこれ。地表と地中、擬態する虫。あとその2箇所にあるってこと？ふん。あのちっちゃいところは関係ないんかな。はい、じゃあこっち。あ、これか。これが地表と地中？あ、違った。スタンプスポット、擬態する虫。変身上手。全部同じスタンプなんやね。なるほど。花カマキリ。花カマキリさ、なんかあっという間に、もしかしてここ、コノハムシとかじゃない？違うかな。そういえば、コノハムシとかもおるよね。捕まえたいな。すごい、なんか、研究室みたいなところ。え、気持ち悪い。サナギがおるよ、サナギが。ひぃ。虫がいっぱい。虫コーナーやけん、しょうがないけども。あ、シャンティ、ヤッホー。ニシキオオツボメガの羽。見る角度で色が変わって美しいわ。ニシキ、とはよく言ったものね、だってば。あら、エナさん。この虫、あなたが寄贈したんでしょ、キモい。ふふ、楽しませてもらってるわよ、だってば。ありがとう。楽しんでくれてるならよかったよ。こっち側。こっちの奥に行くところが、なかったっけ？あれ？なかったっけ？だからこっちはこっちで蝶おるんやね、そういえば。何の音なんこれ。ミノムシの音？あ、ここ、ここ。あれ、こっち行き止まりなんか。ここ、ここ、ここに行きたかったな。多分、ここに、ん？繋がっ、あれ？繋がってる。え？繋がってる。あれ？待って待って待って。スタンプ台ないよね。あ、これか。これスタンプ台か。ふぅ。スタンプスポット、地表と地中。ハラッパの音楽隊。ハラッパの音楽隊、キリギリスとかスズムシとかそういう感じ。あ、この白い部分めっちゃ気になるんやけど、あれは、なんもないんかな。虫のスタンプ全部集まった。まあ、全部集まったっぽいわ。集めたよ。ぐご。は。すみません。ほほ、虫のスタンプを集め終わったようですね。虫の前日を楽しんでいただけたようで、何よりです。私は遠慮しておきますが、私も遠慮したかった。それはともかく、約束の報酬をお渡ししますね。ありがとう。さてさて、お次は達成した証のスタンプを押させていただきますね。あ、そういうこと。なるほど。もし他の展示室も見学されるようなら、そこのスタンプも集めてみてくださいね。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、こんにちは。ただいまのアイヌトーン時刻は2020年6月1日、月曜日の午後5時11分です。ところで、6月といえばジューンブライド。6月に結婚する花嫁さんは幸せになれるっていう言い伝えがあるんですよね。とってもロマンチックです。やっぱりこれ今でも気にしとる人結構おるよね。では、本日も楽しい一日になりますように。アンチョビがめっちゃ走りよる。スマホが鳴っている。いつもの。あ、家が大きくなっとるよ。あれ？パニーさん？もしもし、こちらはパニエルだよ。突然電話しちゃってすまないね。実は君にお願いしたいことがあるんだ。急な話してすまないんだが、私の島へ来てもらえないかな。今お客さん来ているんだけど、私にはちょっと難しいことを頼まれていてね。詳しい説明はまた、こっちに来てくれた時にさせてもらうよ。私の島へ来るには、飛行場でパニーの島へ行きたいと言えばいいからね。それじゃあよろしく頼んだよ。お、お客さん。これは、あれだね、きっと。おっと、また電話だ。そういう感じになるんや、2回続けてん時って。これはいつも通りのマミキチね。はい、31016ベル。オッケーオッケー。またちょっとね、あの70万ちょいぐらいやったやろ、次のローンが。それちょっと貯めていかねば。ハッピーホームアカデミー、愛の様、この度はマイホームの増築おめでとうございます。
お祝いに家具をプレゼントします。新しく増えたお部屋はまたテイストを変えた部屋作りを楽しんでみてくださいね。ハッピーホームアカデミー。まあテーマは女子高生の部屋ということで、私の中でたぬきバンク、いつもたぬきバンクをご利用いただきありがとうございます。15ベルの利息がつきましたことをお知らせします。あゆなとたぬきバンク。15ベルの利息、私、え、私預金ゼロにせんかったっけ。今回のやつでついたってこと。嬉しい。尊敬するあゆなさん、お部屋の増築おめでとうございます。私から気持ちばかりのお祝いをお送りいたしますね。あゆなさんのお家がどんどん大きくなっていくのをこれから見守っていけたらいいな。ルーシーでした。みんなの家も大きくなればいいのにね。そういうのあったら楽しそう。あゆな様、いつもたぬきショッピングのご利用誠にありがとうございます。今この時をお楽しみいただけるシーズン商品を入荷しました。ぜひ一度ご覧くださいませ。たぬきショッピング。おー、なるほど。え、たぬきショッピングってことはたぬき商店ってこと。なるほどね。季節の商品が入った。学習チェアと地球儀。ほほう。ジューンブライドということで、何飲んでんの世界につながる空の玄関口、あゆな飛行場へウェルカム。本日はどのようなご用件でしょうか。お出かけしたい。ラジャーです。ではどちらに行かれますか。パニーの島へ行く。パニーの島ですね。ラジャーです。向かいましょう。おお、いるいる。オーケー、到着しました。自分はここでスタンバイしてますから、お帰りの際、声をかけてください。めっちゃ話しよるね、なんか。おや、あそこで何やら相談しているみたいですね。なんだなんだ。ふんふん、月光の記念写真を撮りたいんだね。撮影なら私のスタジオを使ってもらって構わないんだが。だけど撮影のセットとかってどうすればいいかしら。私たちで用意するのは難しそうだし。それを私にやれと。おー、アイラさん、来てくれたんだね。実は君にお願いがあって。こちらのリサさんと、カイゾウさん。二人は夫婦なんだけど、結婚記念の写真を撮りたいそうなんだ。ほら、6月といえば、ジューンブライドだろ。毎年、この時期になると記念に写真を撮っているんだそうで。ただ一つ問題があって、わしは私のスタジオを貸するんだけど、肝心のセットを作る人がいないんだ。自分たちでやるんじゃないのかい。そこで、君にウェディング撮影のセット作りを手伝ってもらいたいんだよ。私だってね、セット自分で作って自分で撮影したよ。具体的に言うと、結婚式の撮影セットに必要な家具を写真映えするように配置してほしいんだ。セットに使う家具はこっちで用意するから安心してくれ。それができるのに設置はできないと。とまあこんな感じなんだけど、どうだい？お願いできるかな？めんどくさいってことかな？まあしょうがないな。本当かい？おんに切るよ。それじゃあ早速準備を始めよう。さあ、スタジオに入った入った。おお、もう壁はできとるやけん。壁と床はできとんか。ここがウェディング撮影専用のスタジオさ。奥の部屋の壁紙と床を張り替えただけなんだけどね。使い方は通常のスタジオと同じで大丈夫だ。アイラさんには前に説明したし、今回は省略させてもらうよ。もし忘れてしまったという場合でも、私は外にいるから、何かあれば遠慮せずに聞きに来るといい。あ、そうそう。途中で部屋から出てもいいけど、再会するときは私に声をかけてくれ。具体的に何をすればいいのか、詳しいことはリサさんに聞いておくれ。ではよろしく頼んだよ。てか着替えとる二人とも。改めて、はじめまして、私はリサよ。はじめまして。こっちはマイダーリンの。改造だ、よろしくな。今回は最初から起きている改造くん。記念写真のセット作りを引き受けてくれてどうもありがとう。とっても嬉しいわ。私たち毎年結婚記念の写真を撮っているの。へえ、そうなんや。いつまでもラブラブな二人でいたいから。ね、ダーリン。おう、そうともさ、リサッチ。リサッチ。ダーリンたら。あ、ごめんなさいね。つい二人の世界に入っちゃって。お願いしたいこととしては、このスタジオに家具を配置して、結婚式の撮影セットを作ってほしいの。家作りと同じような感じで配置してもらえれば OK よ。そうそう。実は今日のために、カー君がウェディング家具を作ってくれたの。ダーリンったらかっこいいでしょ。とっても素敵な家具ばかりだから、ぜひそれを使ってほしいわ。あ、それを、何、パニーさんに預けたってこと？ウェディング家具はイベント部の中に入っているから、そこから選んで配置していってね。今日はね、挙式のためのチャペルみたいなセットで撮影したいの。
たくさんの人に守られながら、神聖の場所で永遠の愛を誓う二人。結婚何年目だろうか。とってもロマンチックよね。毎年って夜券、一年目ではないってことよね。ダーリンが作ってくれた家具をベースに、ホワイトやピンクを基調とした可愛らしいセットにしてくれると嬉しいわ。撮影セットができたら、一度私に声をかけてほしいの。それじゃあお願いするわね。さーてことで頑張っていくかな。よろしくな。期待してるからよ。頑張ります。イベントタブって言ったよね。あ、これ？え、こんだけしかないよ、数。これだけで完成させるってことかな？まあ、じゃあ。どれぐらい？ 6 つぐらい置ける？なんか、教会ってさ、行ったことないんやけど。行ったことないけど、なんかドラマで見た感じで作っていくとすると、なんかこんな感じよね。これ近い？そんなことないかな。よ。こんな感じじゃない？なんか。あ。え、これそういう感じなんや。へぇ。へぇ。な、ねちょっと待って。びっくりした。外れるんやね。ラグってこと？よ。ちょっと待って、邪魔。ちょっと待って。これで、なんか簡単にできそうやね。これで、あとは？ウェディングの壁飾り。もう壁飾り飾ったら終わりやん。これは、3箇所ぐらい飾ればいいかな。え、3箇所？周りもやった方がいい？なんか多分こういう感じじゃない？全部にやった方がいいんかな。でもなんかうざくない？こんなもんじゃない？こんなもんじゃない？え、かわいいかも。ここになんか机欲しいよね。イベント家具以外置いたらいかんのかな？ちょっと待って。家具。テーブル系の家具とか、なんかそういう感じ。何かないのかしら。なんかこういう、公園台やけどこれ。公園台やけど、なんかテーマに合ってないもの置いたらいかん感じかな。まあ、なんか、そっとしておいた方がいいような気もしなくもないけど。待って、植物的なものは、植物ってどこに入るんやろ？わからぬ。個人的に写真撮りたいけど、なんて地味な服装をしているんだ。まあいいや。まあいいや、ちょっと待ってね。フレームつけて、あそこ動かせるんか、この辺も。これで、ノーマル、くっきり、ポップ。ふんわり。ドラマチック。フィルム、かわいい。なんか私がメインみたいになったけど、まあいいや。まあいいや、これで、仕草。これは目線よね。目線で、仕草どれやっけ？ん？これか？消えた！あ、消せるんや！へぇー。これか、仕草。これで、パチ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 は。いい、いい。で、ちょっと自分消した版もやっとこうっと。これ仕草させることはできんのか。なるほどね。かわいい。オッケー。はい、できたよ。家具が置けたみたいね。撮影セットはこれで完成かしら。バッチリなはず、きっと。できたのね。ありがとう。実はもう一つお願いがあるんだけど。この写真撮影もお願いできないかしら。このスタジオ内で ZL を押すとカメラアプリが起動するから。プラスボタン取ってくれたら OK よ。あと、アイナさん自身が写真に写り込んでしまう場合は、マイナスボタンで表示を切り替えられるわ。あ、結局私のアプリで写すんや。やった、やった。ついでと言ってはあれなんだけど、お願いね。構成ライトなんかはお任せするわ。ってことは、もう一回やるべきか。ちょ、待って、二人とも。じゃあ私は消えるとして、目線こっちに、
あー、どうしよっかな。目線こっちに。これで、まあ、普通にドロッカじゃ。これは。さっきのは自分用ということで。アップ。パシャ。へへい、かわいい。できたよ。撮れたみたいね。写真を見せてもらいたいんだけど、いいかしら。何枚か撮った場合は、最後に撮った1枚だけ見せてもらうわ。オッケー。ありがとう。早速見せてもらうわね。まあ、なんて素敵なセットなのかしら。私の思っていたイメージとぴったりよ。あ、やっぱそのままでいいよね。こんなに素晴らしいセットでダーリンと写真を撮れるなんて、とっても幸せ。本当にありがとう。そうそう、お礼をしなくちゃね。カー君が作ってくれたウェディングのベンチよ。あ、この今置いとるやつ?やったー。あと、これも受け取って。愛の結晶よ。何それ。愛の結晶を集めたら、好きなウェディング家具と交換できるの。交換したいときは、カー君に声をかけてね。あ、ってことは、今後は、この作業をずっと繰り返していけばいいって感じかな。一応、このイベントの期間が6月の30日、最終日まであったと思うけん、その間にやっていけばいいってことか。ありがとう。おかげで素敵な写真が撮れたわ。実はね、これだけじゃなくて、もっといろんなセットでたくさん写真を撮りたいと思ってるの。よかったらまた明日も来てくれないかしら。6月いっぱいはこのスタジオを借りているから、よろしくお願いね。ん?なんだ?こっちか?あ。夢のマイホーム。あ、これが3段階目ってことね。肩書き。生活感溢れる感じ。たぬきマイル2000マイルゲット。生活感溢れる感じっていいことなんかな?わからんけど。なんか、綺麗な感じには聞こえない。かわいい。はい、ということで、整理もしてきた。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。